暗黒大陸に唯一陥落していない王国サンディスタ。数百年来、魔王カーロンの率いる魔族の大軍はたびたび侵略してきた。イリージ王と人間の王レリブンが共に最後の浄土を守っている。イリージ王、オーガズムを経て時間を操れる精霊。負けそうになるたびにレリブンは女王を絶頂させ、時間を巻き戻し敗勢を逆転できる。しかしある日、レリブンが病死をした。イリージ王はどうしても絶頂できなくて、魔王カーロンは魔族を率いてサンディスタ王国を侵攻してきた。時間を逆転できないサンディスタ王国はもはや相手ではない。強い魔力を持つ大魔法使いシャリスが王国がもうすぐ崩落されることを気づいた。最後のチャンスをつかむために彼女が全部の魔力を使い果たして時の女王を城外に送り出した。しかしこうして彼女の体が弱々しくなってしまった。魔王に捕らえられて地下牢に連れ込まれる前に、シャリスが親衛隊の隊長フィアラに依頼して霧の森に行って女王を見つけてもらった。シャリスがフィアラに戦局を逆転させる最後の方法を教え、女王の護衛として敗北の運命を逆転させるために力を貸してほしいと頼む。ここに来て一体どれくらいになるのだろう。森の魔物もだんだん増えてきたし、時間停止魔法でこのままじゃいけない。魔力はいつか使い尽くすから。女王様、やっと見つけました。よく、フィアラでももう大丈夫。ありがとうフィアラ。でもフィアラがこう、フィアラは命を、王国の方はもう陥落したのよね。そうだ女王様、シャリスからの伝言で。こうなっても逆転チャンスがあるというのか。はい、シャリス様がそう言っ、古木の巨根は、それと女王様は確か、つまりその巨根で G をした、そういうことだと思い。では早速古木の巨根を探す。はい、フィアラ。どうして国民が皆苦し、諦めたい気もあったけどダメ。
Bye.